グオールマリアルは陸上選手。民族はリンカ族で、出身地はスーダンユニティ州パンリエン軍である。第二次スーダン内戦中の難民キャンプから脱走した。紛争中に彼の親族は28人が命を落としており、20年ほど彼は親族と会っていない。2001年頃にアメリカに渡り難民として永住権を獲得した。 2011年10月のマラソンで2時間14分32秒の五輪参加標準記録を突破した。アイオワ州上院議員らの支援により、無国籍の彼は IOC より独立参加選手団としてロンドンオリンピック出場権が認められた。当初はアメリカ代表で参加する予定だったが、無国籍という理由でかなわず、逆に IOC からスーダン代表として参加するよう、 打診された。しかし、第二次スーダン内戦で親族を殺された経緯から、スーダンでの出場を拒否している。ロンドンオリンピックのマラソンでは47位となった。後に、南スーダンオリンピック委員会が設立、加盟されたことにより、南スーダン選手団から2016年、リオデジャネイロオリンピックに出場することとなった。開会式では騎士を務めた。ありがとうございます。